ズビーベースマッケンです。今日はですね、喜連川の名産である温泉ナス買いに行きたいと思います。あれ、広瀬さん、ナス何箱買うんでしたっけ？3箱。3箱をバイクに乗ります？それ、俺と広瀬さんの危ないな。あ横でも行けますかね。ハンドル幅ぐらいの収まれば、ナスの3段シートできるんじゃない多分。ナス段シート、俺も4箱っつってんだもんな。そっかそっか、60センチアップか。俺は温泉ナスとは温泉熱を利用した栽培法でして、温泉水を使うと光沢が出て果肉がみずみずしくて柔らかいのが特徴のようです。100均よりますよね。1つ買っといたんだけどさ、献血行っちゃったからさ。いや、なんかなんかもうみんなにお前は B 型だ B 型だって言われすぎて、そしたら献血も兼ねて血液型を調べに行くっていう。いや、なんか LINE 来てたけど A 型だったらしいよ。そう、そうなんだよ。言われてっかんな。うん、猫ちゃん、だいぶぺっちゃんこのさ。いや、もうこれ、うん、匂いじゃん。牛農家の人の話前聞いたんですけど、休みないし、ずっと面倒見なきゃいけないんで。旅行行けないからね。あ、そうなんですよね。あー、そうだね。ね、欲しいけどさ、出かけらんなくなっちゃうもんね。腹減ったな。肉食いたすぎて生姜焼きがもう勝ってきちゃったの。あのさ、温泉ナスでさ、あの豚肉と生姜焼きとか作ってほしい。もう決めた。めっちゃ近いですね、本当に。めちゃめちゃいい。高瀬さんでお昼ご飯を食べます。はい、すいません、行きましょう。もううまかったな。ありがとうございます。この絵がいいよ。あ、三段シート、実家行っちゃっていいですか？すいません、お願いします。
もうなんか温泉なすのは回しもんみたいな感じになって確かにね。道の駅とかは直で下ろしてんだって。市場に下ろしてそれがスーパーに行くみたいな。スーパーでは売ってるんだ。そう、これ後ろから見たら本当に車の一番大きめな。まさかのゆうくんのナスを実家に届けに行ったら、やらされたな。メーター引っ叩いたら止まった。メーターかもしんない。はーい、じゃあお疲れ様です。